はい、こんにちは。今日はね、女性のお体を整えるのにとってもいいお薬ね、漢方薬です。球技腸血院大地加減っていうお薬ね、ご紹介していきます。こういうね、ちょっと長いんで、書いてみたんですけど、球技腸血院、ここまでのね、お薬がそれはそれであるんですね。で、それにちょっと加減がされているので、ここに大地加減っていうのがくっついてます。そしてこういう長い名前になってますね。はい。で、これはね、どういうものに使うかっていうと、まあ、女性のね、生理不順であるとか、それからあと産後のいろんなこうトラブルね、そういうものにも使いますし、それから、俗に言う血の道症っていうね、女性の、まあ、ホルモンに関係したりする、まあ、幅広いね、女性の不調ね、まあ、更年期なんかでもそうですし、生理にまつわるいろんなね、トラブル、そういうの全部こう血の道症なんて言ったりしますけどね、そういうのによく使われるんですけども、もう一つね、不妊の方ね、赤ちゃんが欲しいけどなかなかできないっていうね、方いますよね、今多いですよね、うん、でそういう方もその、まあ、ベースのね、お体を整えていくという意味でね、このお薬よく使われます。で、ことにそのお一人目はできたのにね、お二人目がもうすぐできると思ってたのになかなかできないんですっていうね、そういうご相談も多いですよね、うん、そういう二人目不妊さんね、これね、まあ、体質改善というかお体を整えるという意味でね、使ってみるととてもいいんですよ。で、漢方的にはですね、一度出産をするとそのおけつというね、こちらね、おけつって言います。こういう状態が体の中にね、できてしまうというふうに言われています。で、おけつっていうのはね、過去に何回も私の過去のね、動画でもお話をしてるんですけども、漢方通の人はもうおけつ、はいはいはい、おけつねみたいな感じのね、とてももうよく知ってらっしゃると思うんですけどね、まあ、血の滞り、血の汚れとかね、まあそんな感じですね。まあ小さなね、こう塊がこういろんなところにこうできてしまったりとかね、まあこうきれいに流れてない状態ですよね。で、まあ漢方用語なんですけど、これは、出産っていう形でなくっても、まあ、流産ね、残念ながら流産してしまいましたみたいな方でも、やっぱりこのおけつという状態を作りやすいんですよね。で、まあそうなっているというふうに判断をして、球技腸血院大地加減っていうね、こういう、おけつのお薬をね、飲むと後がとってもね、いい状態になっていくんですね。で、赤ちゃんもね、こう授かりやすいようなね、お体の状態に、なってきます。で、もちろんご出産してない人ね、未経験の人、そういう方でもおけつの体質になっちゃってる人はいます。で、そういう人こそね、飲むといいんですけれども、で、おけつが自分にあるかどうか、おけつ体質になっちゃってるかどうかをね、判断する一つの、まあ、バロメーターとして、女の人の場合はですけど、分かりやすくって、生理が毎月ありますよね。で、その生理の経血をね、ちょっと注意深く見てみるんですよ。で、このね、レバー状の塊、なんかちょっとこう暗い、あんまり綺麗な色をしていないね、ちょっと暗めの赤色、暗赤色っていうのかな、そういうような感じであったり、ちょっとどす黒いようなね、感じであったりっていうね、そういう、まあ、塊ですよね。そういうものがいっぱい見られるような時はちょっと要注意ですね。あ、ちょっと私おけつみたいな感じだわってね、思っていただいたらいいのかな。で、あと、これはね、男性女性問わず見られます。もう一つのね、見る方法ね、おけつかどうかを見る方法が、舌、これがね、まあ、舌だとします。で、ね、このよいしょって舌を上げてもらいます。そうすると、この舌の裏のところにね、こう縦に2本、静脈のね、線がこう見えるんですよね。で、そこが綺麗なこうね、ピンクで
特に何の問題もなさそうであれば大丈夫なんですけども、ここがちょっと色がこうなんか紫っぽくあんまり綺麗じゃない感じだったりとか、それからちょっとコブみたいなね、なんかボコボコしていたりとかね、まあパッと見て本当にこうよいしょってあげてもらったら、もうパッと見てあ綺麗か、なんかちょっと汚いぞみたいなね、むっていう感じだったらね、ちょっと要注意かもしれませんね。はい、これは一つのおけつのサインですね。まあそういうのがもし見えていればね、こういうものでね、体質をね改善していってもらうといいかなと思います。で、あとこちらのね九鬼腸血院第一下限の中にじゃあどんなものが入ってるかなっていうことをね、はい、ちょっとご説明しておきます。ここのね黄緑の線のところは補血です。血を補うねお薬が入ってます。当帰芍薬鍼灸滋養ね、特に女の人はね、血がこう少なくなりがちですね。で、まああと出産っていうものってやっぱりこう血がたくさんないとね、なかなかこう妊娠ってできないんで、でこういうのがね入っています。そしてこっちはお腹のお薬ですね。白術、伏量、体操、肝臓ね。でお腹でそのお腹がしっかりしていてこそ初めて血もできるし、で気ですね、気力の気、そういうものもできるのでお腹はしっかりさせましょうということでね入ってます。そしてやっぱり冷えというのもおけつを作る原因の一つになってますんでね、で肝経経皮っていうので温めますね。そして、真ん中のこの赤いもくもくでね、囲っているこれがね、この九鬼腸血院第一下限のね、まあ一つの特徴でもありますね。おけつを取る生薬がねざーっとね入ってますね。はい、当人母丹皮有名ですよね。で薬母草で紅花から五質ね、牛の膝って書いてね五質って読みますね。こんだけのねおけつを取っていくお薬が入ってます。それから一番ね右側の方は、気剤ですね。気を巡らすお薬ね。気を巡らすことで血も巡るっていうふうにね漢方では言われてます。なので気のお薬が入ってますね。香武士、木工、陳皮、右薬、気実、援護策ね、こんだけのものが入ってますね。こういった生薬の構成になってます。でこの漢方薬はまあ産後といえば飲んでいただくといいかなと思いますし、まあその次の赤ちゃんがね、準備がしやすいようなお体っていうものをこう作っていくのにとてもいいですし、あとそのおっぱいのねでもよくしたりするので、まあそういう意味でもね役に立つと思いますのでね、ぜひ活用していただくといいかなと思います。はい、じゃあ今日は九鬼腸血院第一下限の話しました。ありがとうございました。